ポンペイウス劇場は古代ローマの建築物で、共和制ローマ後期に建設された。完成まで7年かけ、紀元前61年に着工し、春工前の紀元前55年に使用開始となった。ローマ発の高級的劇場であり、何世紀にもわたって、世界最大の劇場と言われていた。この建築物は、ローマ劇場の原型と言われている。 それ以前のギリシアの劇場は地面を円形に掘る形で構築されていたが、ポンペイウス劇場では初めて完全に自立した石造りの構造となっている。その後、ローマ帝国内で建設された劇場はこれを手本とし、そこに若干の変更を加える形で建設された。ポンペイウス劇場は古代から近代までを通して世界最大の劇場とみなされてきた。 この劇場の歴史は長いが、特にユリウス・カイサルが暗殺された場所として有名である。フクゲインズ、グナイウス・ポンペイウスは2期目の執政官の任期中に、政治家としての人気を勝ち取るべく自らの名を冠した、劇場の建設資金を出した。単なる劇場としてだけでなく、様々な用途で使われた。すべてのローマ劇場には、クリープタがあるが、この劇場のクリープタは、 非常に大きい。舞台の後ろに位置しており、観客が上演と上演の合間に、そこで飲食物を購入したり、日差しや雨から逃れるために、中廊玄関に行くために使った。ポンペイウス回廊には偉大な芸術家や俳優の像が並んでいた。長いアーケードには、絵画や彫刻が展示されているだけでなく、その広い空間が公的な集会に適していたため、 ローマ人は感激以外にも様々な理由でそこに赴いた。この建築物の最も高い部分はウェムス・ウィクトリクスの神殿であり、ポンペイウス個人の神である。現代の学者の中にはそれが純粋な神人を表したものではないと考え、基本的に劇場に神殿が付属しているのは、その建築物が 自己宣伝の贅沢なものと見られるのを避け、常設劇場建築物への避難に打ち勝つためだったと言われている。劇場に繋がっていた東側のポルチコと4つあった神殿のうちの3つの遺跡がトルレアルジェンティーナ広場にある。これらの神殿は古くから劇場と関連付けられていた。4つ目の神殿の大部分は現代のローマの通りの下に眠っている。 この遺跡はベニート・ムッソリーニの命によって1920年代から1930年代に発掘された。劇場本体の遺構はディア・ディグロッタ・ピンタ周辺の地下からわずかだけ見つかっている。付近のレストランの地下室にこの劇場の本来のボールトが残っており、ホテル・アルベルゴ・ソウル・アル・ビシオネの壁の一部もこの劇場のものである。このことから、 劇場の建築物を完全に解体する以前から何世紀にもわたってその建築物を改造して利用してきたことが伺える。1階部分や観客席の一部と同様に劇場の基礎部分も現存しているが、その上の構造は何度も建て替えられ、今では現代の建築物の一部になっている。紀元前55年から1455年までの 劇場の長い歴史の中で何度か火災があり、その度に修復されてきた。最終的に修復されなくなると、劇場を構成していた石を再利用する採石場となった。トルレ・アルジェンティーナ広場ローマ劇場は、その元になったギリシア劇場と特徴が似ている。一般に、ローマの建築はギリシアの影響を強く受けており、 劇場の構造設計も、その点では、他の建物と変わらない。しかし、ギリシア劇場は地面を掘ったり、丘の斜面を利用して建設されていたのに対して、ローマ劇場は平らな地面に基礎を築いて建てられており、すべての方向が囲われているという違いがある。ローマ劇場は、ローマ発の常設劇場である、ポンペイウス劇場の基本設計を踏襲している。 この建築物以前、ローマでは常設の劇場を建てないという不分律があった。劇場は多数の市民を集めて演説や演技で群衆を熱狂させるため危険と考えられていたからである。そのため、劇場もコロシアムも木造建築ですぐに構築、解体できるようになっていた。ポンペイウスがこの劇場を建設することを思い立ったのには、 いくつかの理由がある。政治的には支援者の集会場所として利用可能だった。また、この建物がきっかけとなって低盛期のフォルムが建設された。実際、ユリウスカエサルは、ポンペイウス劇場を見て、自身のフォルム建設を思い立ち、その後歴代の皇帝がフォルムを建設することになった。王政ローマ期及び、共和政ローマ前期には、 ローマ周辺のこの場所にはいくつかの聖域があり、そこに神殿やアンフィテアトルムや集会所が建てられていた。そういった場所であったことと同時に、ポンペイウスがミチリーニのギリシア劇場に憧れていたことが劇場建設の理由の一部となっている。ポンペイウス劇場は地面にコンクリートの基礎を作り、その上に建てられている。観客席の下に、 ボールト型の廊下が作られ、観客席の各部分に素早く移動できるようにし、上層の席まで迅速かつ制御された方法で、観客が安全に席に着き、かつ退場できるようにした。このため、円形の外観はアーチを多用している。この工夫によってより大きな建築物を建てられるようになった。これにより、観客席自体が構造を持つようになり、 単に斜面に座席を並べたものではなくなった。ローマ劇場がすべてこのような構造で建てられたわけではなく、平らな土地にもこの方式で劇場を建てられるようになったと言える。舞台部分は観客席部分とつながるように建てられており、全体としてあらゆる方向を囲むようになっている。それ以前のギリシア劇場では舞台と観客席は分離していた。 これによって音響的にも改善でき、同時に入り口が限定されるため、チケットなしで観劇することを困難にした。年度陶器製のチケットも古代ローマの発明である。この構造は、その後のローマ帝国各地の劇場やアンフィテアトルムのほとんどで踏襲された。例えば、ローマに遺跡として現存するコロッセオやマルケルス劇場が挙げられる。 ポンペウス劇場はかなり大きく様々な用途で各部分が利用された。上演期間以外でも様々な目的で人々が集まった。観客席の最上部にウェヌス神殿があり、反対側にも古代の聖域があるため宗教的にも重要な場所だった。現在、考古学的作業は劇場部分の移行に集中している。しかし、 この劇場には周囲を囲まれた専用庭園、劇場より広範囲な美術品展示空間と集会用空間が含まれている。劇場を高級的な石造りの施設として建設するため、セルウィウス城壁の外に建設するなど、いくつかの配慮がなされた。ポンペウスは劇場を 自身の個人的な神であるウェヌス・ウィクトリクスに捧げ、観客席の中央にその神殿を設け、建物全体が巨大な神殿となるようにした。また、聖域と呼ばれ、古くから4つの神殿があった部分も敷地内に、組み込んでおり、そこが今ではト、トッレーアルジェンティーナ広場と呼ばれている。複合施設全体が、その古い領域を保存するような形で配置され、 建設されている。こうすることで、施設全体が、宗教的にも、意味のあるものとされた。聖域の神殿図の A は、紀元前3世紀に建設された神殿で、ガイウスルタティウス・カトゥルスが、紀元前241年に、カルタゴに勝利したことを記念して建てた、ユートゥルナの神殿と言われている。図の B は、円形の神殿で6本の柱が残っている。 紀元前101年、クインテスルテーシャスキャットルスが、キンブリニンに勝利したことを記念して建てたものである。エデス・フォルトゥナイ・ヒューイス・ジエイと呼ばれ、フォルトゥーナを祀っていた。発掘時に、巨大なメガミ像が出土し、カピトリーの美術館に収蔵された。メガミ像は、頭部と腕と足だけが大理石で、衣服で覆われた、他の部分は、精銅製である。図の C は、 中でも最も古く、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけてのものとされる。法上の女神フェーローニアの神殿ではないかと言われている。この神殿は紀元80年の火災後に再建されており、内部に見られる白と黒のモザイクはこの修復時のものである。図の D は4つの中で最も大きく紀元前2世紀のものだが、 今日は成功期に修復されている。ラレースの神殿だが、そのほとんどは道路の下にあり、一部しか発掘されていない。この劇場複合施設は、当時の様々な芸術の成果のために設計された。舞台のすぐ後ろに長いポルチコが伸びていて、庭園を囲み、その庭園に噴水や彫像があった。庭園を囲むアーケードには、 絵画や彫像などの様々な芸術品が展示されていた。その多くは、ローマの様々な美術館や博物館に収蔵されている。この部分をクリープタとも呼び、他のローマ劇場にもある。元老院議事堂、カエサル暗殺、ユリウスカエサルは、ポンペイウス劇場の元老院議事堂で暗殺された。 ポンペイウス劇場は舞台広報のポンペイウス回廊で有名な殺人が行われたことでもよく知られている。その広大な庭園内の聖域に近く、劇場本体から遠い部分に元老院の議事堂としても使われた集会所があった。紀元前44年の3月15日、カエサルは元老院に出席する予定があった。 ゼミ暗殺団の一味であるサービリウスカスカから暗殺計画の概要を知ったマルクス・アントニウスは最悪の事態を恐れカエサルが議事堂に入るのを阻止すべく待ち構えていた。しかし、元老院議員の一団がポンペイウス劇場から出てきたカエサルに東側のポルチコに隣接する部屋に行くよう指示した。プルタルコスによれば カエサルが到着すると同時に暗殺団の一味である、タリアス・シンバーが寄ってきて、追放された兄弟の復帰の誓願を訴え始めた。それをきっかけとして、共謀者らが、カエサルの周りに群がった。プルタルコスとスウェトニウスによれば、カエサルは、シンバーを振り払ったが、シンバーは、カエサルの肩をつかみ、彼のチュニックを引っ張った。カエサルは、シンバーに対して、 なぜ暴力を振るうと叫んだ。同時に、前述したカスカが探検を取り出して、カエサルの首めがけて一戦させた。カエサルは素早く振り返り、キャスケを腕でつかみラテン語で、カスカ、悪人め何をすると言った。怯えたカスカはギリシア語で、助けてくれ、兄弟と叫んだ。その瞬間に、ブルートゥスを含む暗殺団全員がカエサルに襲いかかった。 カエサルは、逃げようとしたが、血が目に入って見えず、つまずいて倒れた。ポルチコの階段の下の方で無防備となったカエサルを、一段が再び刺し続けた。エウトロピウスによれば、60人以上が暗殺に関与したという。カエサルは23箇所を刺されていた。スエトニウスによれば、後に医師が致命傷はそのうちの1箇所だけだったと。 証明したという。古代ローマ史上最も重要な事件であり、共和制ローマから、ローマ帝国への移行の援因となった事件だった。カエサルが暗殺された場所は、元老院の議事堂があった他の場所と混同されて、文献に記されていることがある。最初の議事堂は、紀元前7世紀に、トゥルス・ホスティリウスが建設したクリア・オスティリアで、紀元前80年に、 ルキウス・コルメリウス・スッラが建て替えている。この議事堂が火災で消失したため、カエサルが新たに建設させていたのがクリア・ユリアで暗殺時には未完成だった。ポンペイウス劇場内の議事堂があった場所は今は道路の下にある。ただし、そのすぐ近くの聖域の壁の一部はムッソリーニが発掘させた。 現在のローマの地図とポンペイウス劇場の位置を重ねたもの後に、ポンペイウス劇場は破損状態に陥り、そのほとんどはローマ中の建設に資材として使うために解体されていった。中世の一時期にはその場所に砦が築かれていた。現存する遺構は、周辺のホテル、住居、レストランの地下室に流用されているものが多い。 ポンペイウス劇場から切り出された断片は彫刻や他の出土品を含めローマ中に分散している。ポンペイウス劇場から採取した色付きのトラバーチンを多用した建築物としてカンチェレリアグがある。また赤と灰色の円柱を中庭に使っているが、それらもポンペイウス劇場の観客席の下部のポルチコにあったもので当初は 教会のバシリカに使われていた柱だった。カンプス、マルティウスに位置し、周辺に後から建物が建てられ、混み合うようになっていった。今では後世に建てられた建物と通りで覆われている。しかし、航空写真などで見ると、劇場の観客席の半円形の形状に沿って、建物が建てられていることがわかる。これは一部の建物が、 劇場の基礎をそのまま用いて建てられたためである。この場所での限定的な発掘作業には長い年月がかかった。初期の発掘については文献も残っていないが、中にはフォルマウルビス・ロマエと呼ばれる平和の神殿を飾っていた大理石製地図の断点から古代の建築物の配置を推定しようとする試みもなされている。ルイジ・カニーナは ポンペイウス劇場について重要な研究を行った最初の人物である。フォルマウルビスの破片からポンペイウス劇場が描かれた部分を見つけたのはカニーナであり、初めて以降を調査研究したのもカニーナだった。彼はポンペイウス劇場の正確な位置を初めて推定した。マーチン・ブレージビーは近年カニーナの残した図面に基づいて、 ポンペイウス劇場の三次元イメージを制作した。21世紀に入っても研究は進められている。劇場跡に建てられている建物や通り、それに付随する配管や電線などもあり、劇場跡を発掘することには常に困難が伴う。それでも最近のプロジェクトで劇場の位置の推定はより、正確になっている。フォルマウルビスには、 ポンペイウス劇場の観覧席が描かれている。劇場に使われていた石や円柱は、ほとんどが略奪され、残っていない。しかし、観客席の下部の地下へ及び地下階の構造は、後世の建物の土台として使われ、現存している。ローマでは、古代の建築物の基礎部分をそのまま流用して、後の土地所有者が新たな建物を建設し、建設費用を抑えた。 マルケルス劇場の場合は遺跡の上に鳥が築かれ、それが今も集合住宅として使われている。ルネサンス以降から18世紀までにその地域での建設工事で、ポンペイウス劇場の構造の一部が見つかり、この劇場を詳しく調査したいという興味が生まれた。ルイジ・カニーナは初めて、 フォルマウルビスの研究を行い、基地の移行から劇場を再現しようと試みた。19世紀初頭に彼が描いたポンペウス劇場の図面には、1837年にフランス人建築家ビクトワール・バルタールが修正を施した。バルターールは周辺地域で2回発掘を行い、外装の一部と舞台の背景を構成する壁の一部を発見した。 1865年、同地域で新たな建物の基礎工事のために地面を掘らせていた。ピエトロ・リゲティは、ウェヌス・ウィクトリクスの神殿の一部を発見した。その後、1997年まで大規模な発掘は行われなかった。1997年、ウォーリック大学のチームが、ポンペイウス劇場の移行の状態について、包括的調査を開始した。 2002年にはパラッツォピオでの発掘が開始された。2002年からアントニオ・モンテロッソが行っている研究では、ウェヌス・ウィクトリクスの神殿がカニーナの描いたものとは全く異なっていたことを明らかにしている。オランジュのローマ劇場は規模は小さいが、ポンペイウス劇場に似ている。ポンペイウス劇場は建物としては現存していないが、 ヨーロッパやアフリカには多数の類似の建物が現存している。それらを研究することで古代のポンペイウス劇場がどういうものだったか、この建物がローマ帝国全体にどういう影響を与えたかを理解する助けとなる。保存状態の良いものはイタリア国外にある。フランスのオランジュにある劇場はテアトルアンティーク・ディ・オレンジと呼ばれている。この劇場は 外観の保存状態が良いが、丘の斜面に建設されているため、観客席の下部構造はない。スペインやアフリカにも、保存状態の良いローマ劇場の遺跡がある。火山の噴火で破壊されたポンペイにも、劇場の遺跡があるが、ローマのポンペイウス劇場の方が規模が大きかった。ポンペイの劇場には、ポンペイウス劇場と同様に背後に庭園があった。 ポンペイの劇場も他の多くの現存するローマ劇場と同様実際に劇場として使われている。ありがとうございます。